新築空襲とは太平洋戦争中の1943年11月25日にアメリカ陸軍航空軍と中国国民革命軍の連合部隊が当時日本領だった台湾新築市の日本軍基地に対して行った航空攻撃である。連合国軍による奇襲が成功し日本軍は多数の航空機を失った。 中国大陸から日本領に対して行われた初めての本格的空襲であり、日本軍が、大陸脱作戦を実行する一員となった。1943年の中国で作戦中のアメリカ陸軍航空軍の P-40 戦闘機と B-24 爆撃機。1937年に日中戦争が勃発すると中国空軍は 1938年2月23日にソ連空軍志願隊との共同作戦として SB 爆撃機28機により日本側の東洋爆撃の出撃拠点となっていた台北市近郊の松山飛行場を空襲した。これは外地も含む広い意味で史上初の日本本土空襲であったが戦火は流れ玉により松山飛行場新築市周辺の存落で民間人に 若干の被害が出たのみであった。同年5月20日と5月30日には、中国空軍の少数のマーチン139、ワット爆撃機が九州へ飛来して、宣伝ビラを散布したものの、その後、中国軍による日本本土空襲は途絶えた。太平洋戦争前の1941年7月、アメリカ合衆国は中国の援助のため、 中国空軍所属の義勇航空部隊としてフライングタイガースを英領ビルマに派遣し日米海戦後の1942年7月にはアメリカ陸軍航空軍の正規部隊である第10空軍令下の中国航空任務部隊を組織していた1943年3月には中国戦域を担当する第14空軍が新設され同年10月には 別立ての多国籍部隊である中米混成航空団も創設された。装備機種は P-40 戦闘機と B-25 中型爆撃機を主力に新型の P-38 戦闘機や B-24 にへ爆撃機も配備され、1943年秋には最新鋭の P-51 戦闘機が少数到着した。に拠点を構えたカットフは、 1942年10月25日の香港空襲を皮切りに長距離空襲を開始し、神戸や経林などを前進基地として香港や観光を攻撃した。カットフを率いるクレアリーシェーンノートは、1943年のワシントン会議で日本のシーレーンの要衝である台湾を攻撃する戦略的意義を主張して、米英首脳に受け入れられた。そして、 1943年秋に、航続距離の長い P-51 戦闘機が配備されたのを受け、これまでは護衛戦闘機の随伴が難しかった、台湾への長距離攻撃が計画された。ただし、ジョセフ・スティルウェル中国、ビルマインド戦役域内陸軍司令官は、中国戦線での日本軍の攻勢を誘発する危険があるとして、作戦に反対していた。一方、 日本軍の台湾防空体制は手薄だった。日中戦争勃発間もない1937年8月に大本営から台湾の防空が加齢されて戦闘機1個中隊、降射砲2個中隊が展開したものの、翌1938年11月には警戒体制が緩和された。太平洋戦争開始後のフィリピン攻略が終わると台湾は後方拠点となったため、 防衛戦力はほとんど置かれなかった。1943年3月に中国大陸での連合国航空部隊の活動活発化に対抗して日本陸軍の飛行第54戦隊の一個中隊が台湾へ進出したが、この唯一の戦闘機体もパレンワン油田の防空のため同年9月に転進してしまった。教育航空部隊は多数が存在し、 新築飛行場の新築海軍航空隊だけで定数105機の96式陸上攻撃機を保有した。対空警戒レーダーとしては、大田室山に超短波警戒機をつが一応配備されていたが、低空目標の探知は困難であった。アメリカ第14空軍は、作戦前の数ヶ月間にわたって飛行偵察を行った。 日本側でも1943年11月に台湾へ飛来した敵偵察機を発見していた。連合国軍はスイカー県に前進基地を整備した。11月24日夜、B-25 爆撃機14機が第14空軍の P-51 戦闘機、P-38 戦闘機各8機に護衛されてスイカワ基地へ進出した。 B-25 爆撃機のうち6機は中国人のパイロットが操縦しており、他に4人の中国人工砲士が同乗していた。11月25日午前10時5分、B-25 爆撃機14機と P-51 戦闘機7機、P-38 戦闘機8機はスイカワ基地を出撃した。 空中集合後に投信した編隊は日本側のレーダーで発見されるのを避けるため低空飛行で台湾海峡を渡った。日本軍のレーダーは敵機を探知できず空襲警報の発令は実際に攻撃が始まった後となってしまった。日本海軍の新築基地上空に達した連合国軍編隊は p 三十八戦闘機が最初の攻撃を担当し、それに続いて B-25 爆撃機と 5A の P-51 戦闘機が高度300メートルでの低空攻撃を仕掛けた。B-25 は60キログラムと10キログラムの小型爆弾を多数投下した。奇襲を受けた日本軍は多数の航空機を中期上に整列したままの状態であった。日本海軍は教育部隊が保有する少数の戦闘機を離陸させて、 迎撃を試みたが、十分な高度を取る前に撃墜された。連合国軍機は、一方的な攻撃を加えた後に帰還した。空襲の結果、日本海軍の記録によれば、地上で13機が炎上し、戦闘機と立交、各2機が撃墜される、大損害を被った。人員は十五人が戦死し、二十人が負傷した。連合国側の記録は、地上で、 日本機37の42機を破壊し、日本機14の15機を撃墜したと判定している。対する連合国軍の損害は、連合国側の記録によれば対空砲火と樹木との接触で2機が軽く損傷したのみであった。日本海軍は空中戦で3機を撃墜したと報じているが、該当記録はない。中国戦線での連合国側の一方的な航空戦勝利は、 中ソ連合航空隊が1939年10月に観光を空襲した時以来であった。台湾が空襲されるという事態は日本の大本営に衝撃を与えた。大本営は差し当たりの対策として飛行第246戦隊主力と第18飛行団の司令部偵察機中隊を台湾へ派遣し、翌1944年1月下旬には、 独立飛行第23中隊を派遣して任務を引き継がせた。さらに、大本営は地上部隊により航空基地を占領することで本土空襲を阻止できないか検討を始めた。杉山元参謀総長が、服部拓志郎参謀本部作戦課長に対して検討を指示し、大陸脱作戦が計画、実行されることになった。その後、 連合国側は約1年後の台湾沖航空戦まで台湾に対する大規模空襲こそ繰り返さなかったが1944年1月11日に B-25 数機で高尾市を空襲した1944年3月4日には海南島の日本海軍基地を船舶連合30機で奇襲して本空襲と同様の戦果を報じその他にも各地の航空基地や 沿岸航空中の商船を襲撃するなどの活動を続けた。1944年6月には、生徒基地から出撃した B-29 爆撃機による8枚空襲が行われ、内地にも空襲が及んでいる。その後、大陸脱作戦により、中国戦線の連合国軍航空部隊の活動は、甚だしく妨げられたが、戦略的意義は乏しかった。 ありがとうございます。